May I have your attention, please? Yes, I'm... I would like to ask all of you to please... ぜひ、ご着席をお願いいたします。皆さんこんにちは。私はアーサー・ミッチェルと申します。米国農村の商工会議所のものでございます。 ACJ それから経済同友会を代表で示して皆様方を今回の会議に歓迎したいと思います。いくつかご案内があります。まず最初に皆さん携帯電話ぜひ切っていただくかマナーモードにしていただきたいと思います。また今日の会議はその記録に残ります。しかしながらいつものような質疑応答はありません。長官の大変スケジュールが厳しくていらっしゃいますので、もなくそのお迎えいたしますけれども、皆さんこの ACGJ のその会員になるための機会がございます。我々は非常に積極的な団体であり、ぜひ参加していただきたいと思います。まだ会員ない方はその外で、参加していただきたいと思います。それから、12月5日にこのチャリティーボールというのが開催されます。これはインターコンチネンタルホテルで行われますので、ぜひこっちも参加していただきたいと思います。またアイデアボックスというのがございますので、こちらでは皆様方 の, そのご意見をスタッフにいただきたいと思います。そうすることによって我々のプログラムより改善されたものになると思います。またこのイベントの後にそのアンケートがございますので、ぜひそれを気にしていただきたいと思います。それではペニー・プリスカ常務長官をご紹介いたします。ありがとうございます。皆様、本日のゲストを紹介する前に、経済同友会の皆様、志賀さん、八木さん、ダンさん、ようこそお越しくださいました。私にとりまして、いかにこのビジネス関係が強力なものであるのか、そして2カ国の商業関係がいかに強力なものであるのかということを示すものであります。またケネディ大使、日本におけるアメリカのビジネスコミュニティへの貢献、感謝を申し上げたいと思います。また日米関係のご貢献、感謝を申し上げます。本日のご来賓でありますけれども、ご紹介をさせていただきたいと思っております。民間部門におきまして大きな成果を上げた方でありまして、本日ペニー・プリツカー商務長官がそのような経歴を持っておられる方でありまして、ジョン・バイデン副大統領の陪席のもと2013年6月26日に承認をしたものでありまして、27年間にわたりまして、その高齢者ビジネスや不動産、そして接客業におきまして事業を行ってこられたところでありまして、モーニンググループ、レサルバンク銀行におきましての事業をしておられた方であります。こういった形で深みのある経験のもとにおきまして、非常に大きな敬意を持った形で、さまざまな分野において評価をされている方であります。CCG はビジネスの組織でありますけれども、しかしながら同時に世界中、そして日本におきまして様々なパートナーと仕事をしている団体であると考えております。プリツカー商務長官はいかにして政府そして民間部門におきまして協力をすることによって成長を確保していくのか、そのための大きな成果を上げた方であります。それではご紹介をさせていただきたいと思います。経由同友会と ACGCJ といたしまして、ペニー・プリツカー商務長官をご紹介させていただきます。チンさん、本当に温かい個人的な紹介をいただきましてありがとうございます。大変感謝しております。私は東京に来ることができまして大変ワクワクしております。私は日本が大好きです。そして私は、家族同伴であったり、あるいはそのビジネスということで日本に何回も訪問しております。で、日本は私の心の中に特別な場所を占めております。私の父は1950年代に介護におりました時に日本に駐在しておりました。そして日本に恋をしたのです。そして私が子供だった頃、父は日本に行った頃の話をよくしてくれました。
それは私に大きな影響を与えました。そして今回初めてのアジアの貿易ミッションで来日をしております。本当に日本に来ることができて大変素晴らしいと思っております。また在日米国商工会議所、それから経済同友会に対しまして、今回代表団のそのミーティングを主催していただきましてありがとうございます。またこの在日米国商工会議所は約2000の米系日系企業を代表しております。そして共通の目的といたしまして、日本のビジネス環境を改善するということ、そして2国間の経済的つながりを強化するという目標と持っております。オバマ大統領もこのような志を持っております。私の友人のキャロライン・ケネディ大使もこの志も持っておられます。でケネディ大使は商務省のフォレンコマーシャルサービスオフィスとともに日々この考えをサポートするために仕事をなさっていらっしゃいます。また今週私とともに東京に参りました米国企業20社のトップの幹部もこの志を支援しております。私どもは米国民間セクターの企業間の絆を強化するために皆様と一緒に仕事をしていくことにコミットメントをしております。今回の貿易ミッションに参りました米国企業20社はエネルギーと医療の分野の革新的な企業であります。この団体には大手の多国籍企業もあれば中小企業もあります。今日ここにおります米国企業の全体の年間総売上高は3000億ドルに及びます。この会社の規模や分野にもかかわらず、これらの企業は同じ願いを持っております。すなわち日本でもっとビジネスをやりたいということ、そして日本においてより新しい深い関係を構築するということ、そして日本の市場で長期的展望に立って投資をしたいということです。商務省の仕事というのは門戸を開放するということ、そして日米企業の関係を育成するということ、そして長期的な展望に立って双方への投資を奨励するということであります。これが我々のフォレンコマーシャルサービスの中核的な使命となっております。毎日この専門チームは全世界の米国大使館から仕事をしております。そして米国企業が外国の市場をナビゲートすることを支援し、また財や金を海外で売るということで支援をしているわけであります。そうすることによりまして、我々のその企業にとっても、また日本の企業にとってもグローバルの機会を増やしたいと考えているわけであります。今回のその日本におりますフォレンコマーシャルサービスチームを紹介したいと思います。アンドリュー・ワーラさん、いらっしゃいますか？いらっしゃいますね。どうもありがとうございます。この辺にいらっしゃる方で米国のパートナーを求めていらっしゃる方、あるいは我々の代表団の誰かに会いたいということであるならば、このコマーシャルサービスのスタッフが窓口となります。今日の話の中でまず特にその明確に伝えたいのは、米国は現在でも今後もいつまでも太平洋国家であり続けるということであります。相互に支援し合う同盟国として共有する歴史をもとに、我々が日本との経済関係の進化にコミットをしているということは誰にとっても驚きではないと思います。今政権の初期の段階におきまして、オバマ大統領は世界で最も成長の著しいアジア太平洋に対するアメリカの関与を高めるという実行した戦略的決断をいたしました。人によってはアメリカが世界のその他の地域の危機や機会に対応している中で、本当に本政権のアジアへのリバランスが続き成功するのか疑問視する人たちもいます。しかしここではっきりとさせておきたいのは、米国はアジア太平洋地域に対する長期的な展望に立ったコミットメントをしたということです。次にどんな危機が発生しようとも、この地域での我々の焦点というのはオバマ大統領の外交戦略の中心に据えられているものであります。
で、この地域全体で素晴らしい同盟国を持っているということと同時に、アジアに時間やエネルギーや資源を割くということはビジネスにとっても良いことなのです。今日この地域の GDP は世界の GDP の 60% 近くを占めております。そして世界でも最も成長の著しい地域であります。そして世界の人口の半分がここに住んでいるということ、また中産階級が台頭し、アメリカの財やサービスが強く求められているということであります。我々はその強力な日米関係はこの地域の要であると信じております。全体的に本政権のリバランスの焦点というのは安全保障、繁栄、民主的なガバナンス、そして人権であります。アメリカの商務の最高擁護者といたしまして、私が強調したいのはリバランスの経済的な側面であります。この側面とは既存のパートナー、特に日本との貿易投資の深化を意味しております。21世紀においてアメリカの台頭するパートナーたちの成長に必要なハードやソフトのインフラ整備をするために他国と連携をしなければなりないと考えております。それはアジア太平洋地域における商業の平等な土俵を作るための新たな仕組みというものを構築することが含まれております。経済的な側面に焦点を当てることは今もまた今までもアメリカのリバランスの中心的な特性となっております。オバマ大統領はアジア太平洋地域はアメリカの経済の未来にとって重要であるということを常に理解しています。そして我々の集団としての経済の未来は密接につながりを持ち、60年代それは変わっていないということであります。我々の貿易ミッションはこの広いコミットメントとリバランスにおいて日本の中心的存在を反映しているものであります。特に両国が望む共通の未来を構築するためにはエネルギーと医療セクターの最先端の技術を共有することが必要であり、相互に便益のある商業機会というものを開放する必要があると思っております。日本のエネルギー安全保障というのは日本政府の優先課題でもあり、それが適切だと考えております。日本は新しいエネルギー技術を開発し、そしてエネルギー輸出の構成を最適化し、そして省エネを強化する必要性を抱えております。米国企業はこういった面で支援をできると思っておりますし、したいと考えております。実は今回の貿易ミッションの参加企業は重要な専門性を持っており、それによりエネルギー効率を改善する、そして再生可能エネルギーの利用を拡大する、スマートグリッドの強化、そして安全安心な原子力発電の開発などの知識を持っております。我々政府とそれから企業は商業的なパートナーシップを拡大し、そして皆様のエネルギーの安全保障のニーズを支援したいと考えております。またそれと同時に今回の訪日には有数の米国の医療関係企業も参加しております。今日日本は1530億ドルの医療健康製品市場を持っております。日本の医療費は米国に次ぐ2位となっております。日本は効率よく最先端の技術を使うことにより急速な高齢化に対処しようとしております。米国企業はこの市場での存在感を高めたいと考えております。我々の最先端の生命を救う技術は日本を資するものだと考えております。しかし障壁が立ちふさぐことが多いのです。商務省と日本の厚労省が規制上の障壁撤廃のために医療分野において協議を行っているということを報告できることを大変嬉しく思います。米国企業はその日本の医療 IT であるとか治療であるとか、あるいはその健康維持、また全体的な健康成果を上げる面で支援する用意があります。しかしながら我々は市場チャネルの課題、市場アクセスの課題に立ち向かわなければなりません。
今週私と一緒に来ていただいているビジネスリーダーの皆さんは日本市場に深く関わっている方々でありまして、その事実こそ長年にわたる重層的な関係そしてつながりを力強く表しています。こうしたビジネスリーダーは150年における日米間の経済パートナーシップ伝統と歴史をさらに進めこうとしているものであります。1858年両国は最初の通商条約を結び、それによって日本は近代的な技術を手に入れ、日本経済が発展をし、さらに今日本経済がグローバルな経済体系に組み込まれる基盤を作ったものであります。このようにして日米間経済関係は始まったものであります。今日日本はアメリカの第4位の貿易相手国でありまして、双方向の貿易額は2900億ドルということが昨年の実績でありました。日本はまた対米外国直接投資額第2位の地位にあります。累積総額は2013年段階におきまして3440億ドルでありまして、これは全て日本企業が投資をしたものであります。アメリカはまた2013年におきまして対日直接投資額が累積1230億ドルとなりました。まさにこのような経済的商業的な関係こそが二国間を結びつけているものであり、また力強く活力にあふれているものであります。新興勢力そして新興市場という新しい市場の中に生きております。その中にあって我々は手に手をこまねいているわけにはいきません。パートナーシップの長い歴史だけでは不十分なのです。新しいビジョンそして経済的なアーキテクチャを作ることによって未来を築いていかなければなりません。その要になるのが環太平洋パートナーシップ TPP であります。皆さんご承知のように我々は現在 TPP 交渉の最終段階にいます。そのような状況の中で我々自身が大胆に行動を起こしていかなければなりません。段階的前進的なやり方では高い水準の成果を得ることはできません。我々はこの交渉を始めた時にそれを目指していたはずであります。農業そして自動車部門におきまして大きな成果を上げております。しかしながらまだまだ難しい問題は残っています。この2つの分野におきまして大きな成果を出していかなければならない。それによって国内の支持を得ながら議会の承認を得ていくことができるものであります。安倍総理はTPP の経済的戦略的重要性について見事に表現をしておられます。そしてその表現に私自身も全く同感するものです。つまり忘れてはなりません。 TPP がもたらすことのできる恩恵はあまりに大きいことを。2030年までに中間層の消費者がアジア太平洋地域において27億人に上ると見られています。 TPP の締結は日本と日米の経済界そして働く人々さらには加盟10カ国の人々に対しまして消費者へのより良いアクセスを保障することになります。これによって良質のものやサービスを受けることができるようになります。食品、医療、エンターテインメントを含めてです。また TPP の締結をすることによって製造業、農家、そして畜産農家は両国におきまして公正な競争条件の下で市場にアクセスができるようになるのです。TPP の締結をすることによって私たちは共通の未来を形成をし、これを通じて価値観を共有するし、さらには貿易そしてグローバル経済の恩恵を共有化することができるようになるのであります。経済的な純粋な経済的な観点から申し上げれば TPP の恩恵は両国にとりまして大変大きなものがあります。ピーターソン国際経済研究所によりますと日本が TPP による GDP への効果としては2025年に1000億ドル近くになると言われています。また輸出額の増大について申し上げれば2025年までに1400億ドル近くにまでなると予想されているものであります。アメリカにとりましては例えばピーターソン国際経済研究所の予測によりますと実所得の効果については毎年770億ドル近くになるということ、そして2025年までにこの TPP を締結をすることによってアメリカの輸出額は1200
235億ドル増加をするということであります。経済的な利益だけに目を向けるのではなくと同時に貿易政策や外交政策が深くに結びついているのだということを見落としてはなりません。そしてここで強調しておかなければならないことは、 GDP の 40% を占める両国が声を合わせて21世紀の経済ビジネスルールを改善するとともに直面する新たな経済問題に対応していくのだということの戦略的重要性についてであります。こういった取り組みを通じて両国は共通のビジョンのさまざまな重要な課題について表明をする。その中には知財権の保護、そして国有企業の役割をどのようにするのか、さらにはデジタル貿易をどのように推進をしていくのかということの共通ビジョンを形成することができるのです。ここではっきりさせておかなければなりません。こうした問題に対処するルールを両国は作らなければ、我々の競合がそれを作ることになるだろうという点であります。我々の目の前にあるこのことの重要性はあまりに明白であり、何もしないで傍観しているというわけにはいかないのです。交渉の最終段階にある今、すなわち非常に厳しいどのような競争でも状況にあるわけでありますけれども、そもそも12カ国が集まって重大な経済社会的課題を議論すること自体が難しいことではあります。両国には巨大なチャンスが控えております。高水準の取り決めを設定をし、これからのルールを定め、それによって歴史上非常に重要な時期においてグローバルな貿易システムにエネルギーと勢いを与えていかなければなりません。変革は簡単なことではありません。我々共通の未来がどういうものであるのかということをまず認識をしなければなりません。そしてこういった変革をするということは貿易ミッションのようなものをより増やしていくということであります。新しいパートナーシップ、新しいジョイントベンチャー、そして我々の企業労働者にとって新しい市場アクセスを確保し、それによってより深い経済関係、そして繁栄をもたらしていくということになるわけであります。今こそ残された問題に対処し、志の高い協定をまとめ、それによって貿易、商業、協力をさらにアジア太平洋地域で拡大をしていくというビジョンを実現をしていかなければなりません。対艦太平洋パートナーシップは新たな章を開くものでありまして、本日まで続いた150年の経済関係をより強化するものであります。これは両国の関係をより近いものにするための取り組みの一つなのであります。オバマ大統領が5年前東京で発言をされたことを繰り返させてもらえれば、一点の疑問もないこと、すなわちそれはアメリカは太平洋国家であるということなのであります。日本とのパートナーシップを通して、そしてアジア太平洋地域の国々との協力を通して、私どもは死活的に重要なこの地域においてリーダーシップを強化をし、そしてそれを維持をしていく決意であります。経済界のリーダーの皆様のお力を添えを得て、そして政治家のリーダーシップのもとに、アメリカと日本をビジネスに開かれた国、そしてお互いのビジネスにさらに開かれた国にしていかなければなりません。ご列席の皆様が両国の経済的な絆をより強くし、また両国関係を深めるために日々努力されていることに感謝を申し上げて終わらせていただきます。ありがとうございました。長官ありがとうございました。アメリカと日本の経済関係をより強化をし、そして両国における投資機会を探求するという趣旨の発言をいただきましてありがとうございました。 ACCJ といたしましては、両国間の経済関係を深めるために長官の取り組みを支援させていただきたいと思います。日米関係こそがこの地域における要となるものであることを申し上げておきたいと思います。非常に創造的で大胆な発言をしていただきました。 TPP を締結をするということ、そして日米の経済にとっての重要性につきましてご指摘をいただきました。
変革を遂げるということは難しいことでありますけれども、アジアの方面、アジアへの訪問を通じてこういった変革を遂げることは十分可能だと考えております。努力に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。